大阪府堺市堺区にあります J グリーン堺 S1 メインフィールドです。この時間は2020プレナスなでしこリーグ1部第13節セレッソ大阪堺レディース対アルビレックス新潟レディースの一戦をお送りしてまいります。最終ラインまで下げていきました。今日もセリーセンターの中央は宝田沙織が務めています。で右のサイト、田畑から一度打ちに返したボール松原優奈といきます。長いボール前線に送ってここは館がうまく収めた。館そのまま行くか、一回止まってそこには三浦がついています。一度下げてキャプテンの林穂乃が左サイドへ送って脇坂から縦に入れたボールですが、一部で戦っていた時とは選手たちがだいぶ成長しているんですということは竹花監督も話をしていますけれども、裏に出しました。館がスピードを生かしてそのままシュートに持ってった、決まった。やはりなかなかちょっとこうプレッシャーははめづらい感じ。林を3人で囲んでいきますが、ここも林がかいくぐっていきます。でうまく預けていきました。さあ左サイドから小山が上がっていく。小山イヒョギョン疲れていますがそれでもキープ。そして浜野舞香15歳と16歳でここまで持ってって縦につけます。そして右サイドから松原優奈から裏だ、シュート、林穂乃か決めました。まあ、しっかりと横幅も使いながらビルドアップをしています。林穂乃も逆サイドを見る。そして今度はこの位置に田畑。これだけ横幅動かされてそれからあと一人一人が技術が高いと、まあ、新潟としてもちょっとプレッシャーのかけどころが難しい。裏取った、さあここは浜野が行く、浜野シュートまでは打ち切れませんでした。浜野に一度預けて裏を取っていくのはボール、ここは落としたところ、さあ脇坂拾っていく、そしてシュートを狙ってきました。積極的に打っていきました脇坂。脇坂左のサイドに流れてきた北村、そのままスピードを持って一気にカッシュートへ、キーパー触っています。シンプルにクロスを上げていきました。このセカンドボールは林拾って狙ってきました。北村からのボール、浜野、ここはうまく足技でかいくぐってボールを逃がします。林から縦に裏抜け出していきますが、ここは左サイド館、館折り返し、小山左シュート、右へ流れていきました。しかしこれは引っかかっていった。桃野がドリブルで運ぶ、武田をかわした。さあ時間を使う桃野、桃野はテクニックありますが武田を奪った。セレッソ大阪堺レディース序盤に奪った2点のリード、これを守りきりました。まあ、後半アルビレックス新潟は1点を返したんですけれども及ばずという試合です。